い、じゃあバイト面接始めます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今後応募ありがとうございました。 ありがとうございます。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。はい、おいくつ？あ、24です。あ、はい、そうなの、もっと若く見えるね。おー、うん、ありがとうございます。学生さんじゃないの？あ、違います。そうですか、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ履歴書。はい、はい、はい、ありがとうございます。お名前はガバジンです。え、なんで色紙なの？ごめんごめん。あ、あの、あ、履歴書っていうのはちゃんとしたもの。はい、これ、え、これ、これ色紙やんね。はい、色紙です。はい、あ、履歴書は、あ、あの、記入いたしました。はい、あ、あの履歴書に書いてほしいんですよ。あ、ほうじゃなくて、うん、うん、なんかこの薄い紙よりも、はい、カチカチの分厚いやつの方が、あの、お気持ちを伝えやすいかな。あー、でもさ、え、これどう思う？あ、我ながら、はい、よく書け、はい、おかしくない？男、女、男、丸とかさ、これはなんかいらん。あ、でもあの、ちゃんとあの、この履歴書の、を見て、ちゃんと、あの、記入すべきところを記入したっていう感じ。あ、そうか、あの、サイン、僕がなんか、サイン書いたみたいな、上の立場に立っちゃうみたいな。全然、そういうことじゃなくて、見え方が、あの、常識的な話をしてて。はい。え、これ、何も思わない？これ見て。うわーってこの名前で生年月日、はい、それってここにさ、氏名とか書くべきやと思うし、いらんし、これ、うん、男女、せめて男だけ言われないけど、生年月日とかも。いや、何これ特技忍耐って。やっぱりそうですね、あのペライチの紙じゃないから、そうやって持ってもへたらないです。あ、そうや、確かに歴史やったらね。はい、そうです。こうは持たれへん。持たれないです。はい、よし。え、何が？あ、受け取れ。ああ、はい、と取らへんかったけど。違うって。え、何してんねん、マジで。マジで何してんの？どういうこと？いやいや、あの、え、バイト面接初やんな、多分。これ以上分厚いのないぞ。あ、そういうことやけど、もっと分厚い紙にしなさいって言ってんじゃなくて、はい、バイト面接初ですか？いや、初めてだよ。今までどうしてたんですか？あの、一度、あの、はい、バイト、その、入ったところで長年働いてました。あ、今そんな人生で2回目です、面接は。はい、その面接の時は17歳でした。はい、17歳の時は履歴書書いたんですか？あ、書きました。はい。何に書いた？あ、いわゆるペラペラの紙に書いたんですけど。履歴書に書いたってことですか？ずっと心残りで、うわ、失礼しちゃったなっていうのがあったんで。はい、もう年も年なんで。はい、色紙がちょうど分厚くていい。間違ってるで。でも石とかになると重いじゃないですか。石にその履歴書絶対書いたかな。硬かったり分厚さがイコール礼儀じゃないから。まあ人それぞれです。あ、そうですね、すみません。はい、一応、いや、これなんか飾っといてみたいな感じになっちゃいますよね。確かに、指揮者のその名前ですが、僕は立場が、あの、ガバジンです。はい、ガバジン君ね。はい、24歳。はい、はい。でもさ、この履歴書さ、はい、小学校入学卒業、中学入学卒業、高校入学卒業、はい、現在に至るって書いてるけどさ、はい、いや、むしろここをもっと分厚く書いてほしいの。あー、こことか結構どうでもよくて。あー、うん、だいたいね、こんな感じですよね、履歴書って。僕もびっくりしました。どこ、大場所小学校って。あ、大場所小学校。地元がここじゃないんや。あー、地元がここじゃないです。引っ越したんや。はい、引っ越しました。で、そのまま小場所中に、はい、上がったっていう感じ。上がったというか、はい。おもろいな、これ。伝わってないよ、おもろさ。あ、おおって言うな、口先伸ばすやつ。そこをなんとか。どれ、うん、今のそこって。今どこでそこをなんとか。あの、手応えはないですよ、さすがに。理由は？いや、なんか、怒ってらっしゃる。なんで？やっと、分厚ければ分厚いほど、
丁寧な対応だと受け取るタイプの方じゃなかったから。ああ、はい。ちょ、俺のせいになってんねや。僕のせいになってんねや。ああ、いやいや、せいというか、まあ、いろんな方がいるんだなっていうのは勉強になりました。例外もあるっていうことは。例外はこっちやと思う。あ、そうですね。俺を店長さんから見たら。いや、面白いよ、これは。正直。いや、面白いんやけど、理由を聞いた上で、納得いかんというか、あんまり別に、いや、なんか面白いかなと思ってって言われて、履歴書をこの色紙に書いたって言ったら、僕正直、そのまま普通にバイト面接して採用しようかなと思って。面白くないです！そんなの全然面白くない！バイト面接でそんな面白いかなと思って、そんな生半可な気持ちでそんな来るようなやつは、僕は絶対面白くない！バイト面接で店長どうなるの？あ、すいません。すいません。いや、でも僕はそれは面白くない。そんなの許さない。面白くないもん。ほんまに24歳？はい。ほんまです、はい。いや、そんな嘘つかないです、はい。いや、いや、テンションがね、はい、はい、24じゃなかった。見た目はもっと若く見えねんけど。あは、そのテンションが、はい、逆にもっと上っぽいのよ。面白くないとか。え、週何回ぐらい入れそうですか？1回です。何曜日？水曜日。水曜日週1。時間帯は？そうですね、まあお昼過ぎから。昼過ぎ、はい、はい。ラストぐらいまで。ああ、何時ぐらいまで？ちょっと今、まあ、明言できない。大体、まあ、極力努力します、はい。大体、まあ、もちろん夜、はい。あ、もう大体でいいの、無理して言う必要、はい、本当正直に。あ、昼過ぎから、昼過ぎから、はい、じゃあ、夜までいける。夜はもちろん、夜まで、はい。はそれは何時ぐらい？夜って一番難しいニュアンスで、夜。ああ、もう極力本当に。いやだからしっかりと。もう正直に、はい。あ、もう正直に本当に夜まで。夜っていうのは夜ラストっていう。まあ結構吸収は早い方なので、はい。時間聞いてるんですよね。何時でしょう？まあそうですね、極力この夜の早までしっかりと働きたいなって思います。具体的な時間を聞きたくて。区切りみたいなことってあるんですか？あ、一応ありますよ。ああ、はい、大体昼からと。あ、じゃあマックスの1個手前の区切り向けていくぜ。マックスの1個手前の区切り。あ、なんかそれって高校生とか、はい、高校生がここぐらいまでしか働けないとか。ああ、なんか法律上みたいなこと。そうそうそう、そこの区切りに24歳の、はい、ガバ君を入ってこない。あ、じゃあ、必然的にラストまでっていうことになるなら、それはもちろん従います。はい、従うというか選択権があるのなら、うん、ちょっと短くしたいです。水曜日週1、昼過ぎからラスト、はい、1個手前まで、はい。キッチンところがあるんですけど、どっちがいいですか？そう、ホールで、はい。ホールで、はい、はい。理由は、ごめんなさい、今思いつきで言っちゃいました。はい、すいません、なんかありがとうございます。勉強になりました。人生勉強になりました。どれが？いろんな大人がいるっていう。はい、はい、トゲある、例外があるっていうのは。トゲあるよね。ふうやめなさい。3回もしてるわ、もう君この時間で。ふう、相手に対する違和感をこっちにちょっとでもアピールするためにほうってやってるわ。長いわ、ほんで3回目。いや、面白かった。ありがとうございます。何が面白かった？はい、あ、いい、興味深かったのです。はい、じゃないですよ。あ、びっくりした、今目つぶってたから。ありがとうございます。はい、日記に
必ず書かせて。めちゃめちゃおもろいな、君。書かせていただきます。めちゃめちゃおもろいな。日記に必ず書かせていただきます。なんか今爆発したこれ、感情が。めちゃくちゃおもろいな、自分。いや、悪口、悪口日記とかじゃないですか。いや、全部おもろい。きっちりと日記に書かせて。いや、全部ちゃうね。全てが僕の糧になりました。めっちゃおもろいやん。ありがとうございます。めっちゃおもろいやん、自分。いや、もうちょい喋りたいわ。めっちゃおもろい。